エセックス両用速応軍両用速応軍はアメリカ海軍の戦闘単位の一つである。アメリカ海兵隊の海兵遠征部隊とこれを輸送、揚陸する揚陸艦によって構成され、水陸両用作戦を実施する。アメリカ海軍の第六艦隊は地中海におけるアメリカ合衆国のプレゼンスを示すため、1946年より、 同海域への常時展開を開始した。これはソビエト連邦の進出に対する牽制という性格があったが、そのためには水陸療養作戦の必要性も想定された。第二次世界大戦を通じて海軍と海兵隊の関係がこれまでになく強化されていたこともあり、1948年からは療養船部隊も配備されるようになった。当初は、 大西洋艦隊海兵軍の大隊が戦闘艦に便乗する形で配備されていたが、1955年までにその兵力は1086名から1700名へと強化され、そして完全編成の大隊上陸チームを輸送、揚陸できるだけの揚陸艦も配備された。この BLT は第2海兵師団から6ヶ月交代で派遣される体制となっていた。 また1958年には第7艦隊にも同様の BLT が配備されるようになり、こちらは第3海兵師団から派遣される体制となった。1960年代にはこのように洋上を展開する BLT は特別上陸部隊と称されるようになっていた。そして後にこれを発展させて編成されたのが両洋側王軍である。アーグは 海兵隊の戦闘部隊である海兵遠征部隊と海軍の揚陸艦による水陸両用戦隊とを組み合わせて編成される。指揮系統としてはフィブラン指揮官とメウ指揮官が同格で水陸両用作戦に関する統合ドクトリンに基づき上級指揮官からの指示がない限りは両者で協議して指揮していた。メウは一個不評大隊に砲兵中隊や 軽装甲偵察中隊などを編入した大隊上陸チームを地上戦闘部隊として、これを輸送、支援するための航空戦闘部隊、及びこれらのための広報支援部隊などから構成される2300名規模の海兵空地任務部隊である。1991年の湾岸戦争の際に、下記の太平洋艦隊のアーグ a も、第13名を上艦させて出動したが、 この際に、同部隊が用していた、揚陸艦は、ヘリコプター揚陸艦と、ドック型輸送揚陸艦、ドック型揚陸艦と、貨物揚陸艦、戦車揚陸艦が、各一隻であった。その後、揚陸艦一隻あたりの能力向上と省力化の、要請により、フィブランを構成する艦は、強襲揚陸艦、ドック型輸送揚陸艦、 ドック型揚陸艦各一隻のみに削減された。1970年代の時点で、統合参道本部は、平時には、西太平洋に2個、地中海に1個、カリブ海に1個のアーグを展開する方針としていた。しかし、教習揚陸艦やヘリコプターの不足のために、70年代中盤には、西太平洋のアーグのうち1個とカリブ海のアーグは、マウではなく、 BLT を上艦させて、部隊固有の航空戦力を持たないようになっていた。冷戦終結後にも、太平洋と地中海に一個ずつの ARG を洋上待機状態とする体制は維持された。また、太平洋では洋上待機状態にある ARG に加えて、佐世保基地に配備された艦艇と、第31海兵遠征部隊によって ARGB を編成しており、こちらは、予備、 補助的位置づけとして、訓練、演習や小規模任務への対応に当たっていた。しかしアーグは、揚陸艦と海兵隊のみによる部隊であるため、海兵隊への火力支援や耐水上打撃能力を、核という問題があった。必要に応じて、空母戦闘軍の援護を受ける想定ではあったものの、特に冷戦後には低強度紛争や戦争以外の軍事作戦が多発するようになったため、 いちいち、アーグと CVBG を合わせて派遣するよりは、アーグを中核として、戦闘艦を随伴させる方が効率的であると考えられるようになった。これに応じて、従来のアーグの編成をもとに、水上戦闘艦3隻からなる、水上戦闘軍、そして攻撃型原子力潜水艦を加えた、遠征打撃軍の編成が採択され、2003年より配備を開始した。 ありがとうございます。